テキサス独立戦争中の1836年4月21日にテキサス人反乱軍がメキシコ軍をテキサス州サンジャシント川付近で破った戦い。サンハチンとの戦いとも言う。テキサス勢はアラモの戦いやゴリアドの虐殺で兵員が減少していた。最高司令官に任命されていたサミュエル・ヒューストンはアラモ陥落の知らせを受け取ると、 ゴンザレスの街を焼き払い投下を開始した。これに対しメキシコ軍は大統領サンタアナの号令の元部隊を分散させ、テキサス軍の追撃を開始した。メキシコに対する恨みからヒューストンに対する兵たちの風当たりは悪かったが、彼はメキシコ軍の一歩手前を逃げ隠れした。4月20日、テキサス軍の石膏ディーフスミスがメキシコ軍の伝令を捕まえ、 サンタアナの居場所が確定した。この情報をもとに、ヒューストンは4月21日に800人の兵で、シエスタ中のメキシコ軍1500人を奇襲した。戦闘自体はわずか18分で、テキサス軍の犠牲は18名だったが敗走した。メキシコ軍は650名が殺された。4月22日、一兵卒に化けていたサンタアナ大統領が捕らわれ、彼は自らの命と引き換えに、 テキサス暫定政府にメキシコ支配権を譲渡し、軍隊をリオグランデ川以南へ引き上げることを承諾。テキサス共和国は正式にメキシコから独立した。サンジャシンと記念東京、サンジャシンと戦場終停史跡には戦いを記念して世界で最も高い記念塔であるサンジャシンと記念塔が建っている。公園はヒューストンのおよそ40キロメートル東のディアパークの 近くに位置している。テキサス海軍と合衆国海軍は共に、スクーナー、サンジャシントと、USS サンジャシントという、サンジャシントの戦いにちなんで名付けられた軍艦を、建造した。サンジャシントデイフェスティバルと戦いの再現は、4月に、サンジャシント戦場終停史跡で年に一度、開催されている。サン、ジャシントミュージアム。ありがとうございます。